俺の名前はアキラ、高校2年生。見ての通り、チビで貧弱というスクールカースト底辺の人間だ。でさ、アキラ、お前ってほんとチビだよな。体も細いし、女子かよ。そうだ、あれやってみせろよ。前、習いの時の腰に手を当てたポーズ。こいつは茂る。中身のないドキュンだが、背が高く顔はかっこいいので、クラスでも目立つ存在だ。いつもこうして俺の身長のことをからかってくる。ああ、これ。そうそう、さすが板についてんな。まあ、俺はベテランだからな。ずっとからかわれて悔しくないかって言ったら嘘になる。でもスクールカースト上位の奴らに逆らって何になる。ああ、チビだけどノリのいいいじられキャラ。この立場さえ守っていれば平穏な学校生活が送れる。これは俺なりの処世術なんだ。そんな俺の唯一の楽しみは、昼休みに一人で立ち入り禁止の屋上に行くこと。シゲルたちは底辺がグループを抜けたって気づきもしない。気持ちいい。しがらみから解放された俺はここで密かにあることをしている。それは筋トレだ。18、19、20。よし。俺は背が低いせいか体が細く体力がない。背丈はどうにもならないが、筋力なら努力でカバーできるはずだと、こうして毎日筋トレをしているのだ。これで3セット。今日のメニュー終了っと。こんな俺だって強い男になりたいからな。さて、ノルマが終わったところで、手作りの糖質オフ弁当を食べますか。今日のメニューは、鶏胸肉のバジルソテーとブロッコリーのサラダ。豆腐ハンバーグ、そして玄米おにぎりを2つ。我ながら完璧なレシピだな。それじゃ、いただきます。誰もいないのをいいことに、大きめの独り言を言いながら弁当を食っていた。その時だった。何そのお弁当、超美味しそうなんだけど。うほ、え、ミランお邪魔。目の前にいたのは金髪ギャルのミランだった。すらりと背の高い美少女で、なんとモデルをしている。男女問わず人気があって、あのシゲルもミランのことが好きだと公言しているくらいだ。つまり俺なんかとは住む世界の違う人間ってこと。どうしてここは立ち入り禁止だぞ。そっちこそ、ウケる。それよりさ、そのお弁当って糖質オフメニューだよね。そうだけど。お母さん意識高い。いや、これ作ったの俺。しまった、ただでさえ女子みたいだってからかわれてんのに。弁当を手作りしているのが知られたらなんて言われるか。マジ超すごいじゃん。え、おにぎりは玄米で低糖質だし、おかずは高タンパク、完璧じゃん。それは意外な反応だった。いじられキャラとしての地位を確立してしまった俺は、カースト上位の女子たちにからかわれることもよくある。でもミランは違った。詳しいんだな、読んだ本と一緒。私今ダイエットしてるからさ、アキラッチ。いや、アキラッチって何？あだ名だよ、今つけたの。ダメ？ダメじゃないけど。じゃあ今日からアキラッチってことでよろしく。私のことはミランでいいよね。ミランてか、ミランはどうしてここに？それは内緒。てかアキラッチこそなんで？俺は筋トレしたくて。筋トレ？マジで？すごい、これってもしかして運命かも。運命？実はさ、私も筋トレしに屋上来たんだよね。嘘だろ、めちゃくちゃスタイルいいのに。ほんと、さっき言ったでしょ、ダイエットしてるって。まあダイエットっていうか体作りかな。どうしてそんなことを？今度ね、水着ブランドのイメージモデルを決めるオーディションがあるの。水着？そのために体絞ろうと思ってさ。あー、アキラッチ今やらしい想像したでしょ、スケベー。してない、決して。でもさ、ミランならそんなことしなくても全然余裕なんじゃない？この前だって雑誌に載ったんだろ？あれ、アキラッチチェックしてくれてたの？
違う、シゲルたちが騒いでたから。慌てちゃって、アキラッチは面白いな。ミランは有名モデルだし、何もしなくても情報が入ってくるんだよ。別に変な意味ないし。有名モデルか、そんなことないよ。え、有名だなんて、そんなのこの学校内での話。モデル業界じゃ私みたいな子山ほどいるもん。そうなんだ。ごめん、なんか俺。気にしないで。それくらい厳しい世界だってのは百も承知なんだから。今回のオーディションはね、うまくいけば CM に出られるかもしれないの。だから私、絶対に勝ち抜いて本当の有名モデルになってみせるよ。すごいな、ミラン。彼女がそんな努力家だなんて知らなかった。俺は心のどこかで、顔とスタイルに恵まれた人間は人生イージーモードなんだろうなって思っていて、そんな自分が恥ずかしくなった。というわけでさ、私も明日からここで一緒に筋トレしていいかな。え、そりゃいいけど。やったー、筋トレって一人でやってるとサボっちゃうんだよね。アキラッチと一緒にできたら心強いよ。秘密の場所分けてくれてありがとう。いや別に、屋上は俺の場所ってわけじゃないから。じゃあこれからはアキラッチと私の場所だね。うん、じゃあ明日の昼休み、二人っきりで秘密のレッスンしようね。いい方。ウケる。こうして俺とミランは昼休みに二人で筋トレをすることになった。うん、頑張れ、あと少しだ。18、19、20。やっと終わった。めっちゃきつかったよ。てか、アキラッチって何気にすごいよね。いつも超平然としてるし。ああ、まあ1年の頃からずっとやってるからな。え、そうなの？やば。アキラッチすごいじゃん。なんでそんなに頑張ってんの？それは、こんなチビの俺でも少しは強くなりたいって、そう思ったから、なんて。アキラッチ、そっか。笑うよな。俺みたいなのがそんなことしたって意味ないのにさ。笑うわけないじゃん。1年の時からずっと頑張ってるなんて、アキラッチはすごいよ。チビとかそんなの関係ない。私、努力する男って大好きだよ。え、大好き。それはそういうんじゃなくて、好きなタイプっていうか、なんていうか。分かってるって。そうだ、今日はさ、ミランの分の弁当も作ってきたんだよ。え、本当？マジ？ミラン、いつも購買だろ。体作りするなら食事も気を使った方がいいと思って。ほら。すごい、ありがとう。アキラッチお得意の糖質オフ弁当だ。美味しそう。待っててね、今お金払うから。え、いいよ、そんなの自分のを作るついでだし。ダメ。料理は立派な技術なんだよ。材料費だってかかってる。だからそれに見合う対価を払わないと私が納得できないの。ミラン、高校生でありながらモデルとして社会に出ている彼女はとても大人びていた。私からの気持ちだよ。見た目は派手だけど真面目で努力家で、そんなミランのことを俺はいつの間にか好きになっていた。お金は本当にいいんだ。その代わりと言っちゃなんなんだけど。だけど？もしオーディションがうまくいったら、俺と、デートしてくれないか？え？デート？それは？ミラン困った顔してる。やっぱり俺なんかじゃ。いいよ。本当に？うん、女に二言はない。ありがとう。で、気が早いから、オーディションがうまくいったら、でしょ？うん、でも、ミランなら絶対にうまくいくよ。大丈夫。当然。だから、デートプラン考えておきなさいよ。約束だからね。そして数日後、ミランのオーディションが終わった。結果発表の連絡は昼休みに来るということで、俺たちはいつものように屋上で待つことにした。しかし、よし、屋上行こう。おーい、一人でどこ行くんだよ、アキラ。
しげる。くそ、厄介なやつに見つかってしまった。てかさ、気づいたんだけど、お前って昼休みいつもバックれてるよな。別にそういうわけじゃ。じゃあ一体何なんだよ。そんなのお前には関係ないだろ。待て、くそ、チビのくせに歯向かおうってのか。いつもならここでヘラヘラと笑って参ったをしていただろう。でも俺は変わりたかった。ミランに見合うような強い男になりたいってそう思ったんだ。話せ。なんだ、今日はやけに反抗的な態度。言ってやるよ。筋トレで鍛えた腕力を見せてやる。いてててて、なんなんだよ、話せ。いって、なんなんだよ。思った以上に俺の筋力はアップしていたらしく、体格差のあるシゲルを圧倒してしまった。アキラッチすごい、つよつよじゃん。ミラン、シゲル偉そうなこと言って弱々。俺はわざと負けてやったんだ。こいつチビだからさ、ハンデだよ、ハンデ。は？興味ないし。てか人のことをチビとか言うやつ最低。さて、そんじゃ行こっか、アキラッチ。うん。行くってどこに？二人だけの秘密の場所。お前らどういう関係なんだ？あんたには教えてあげない。じゃあねー。はあ、すっきりした。私あいつのこと前から嫌いだったんだよね。人のことジロジロ見てさ、キモいっての。そうか、ちょっと同情。それよくアキラッチ、マジすごいじゃん。自分でも驚いてる。やっぱ努力って報われるんだね。メールだ。オーディションの結果はマジ合格だって。やったー、おめでとうミラン。やったね。ありがとう、アキラッチのおかげだよ。俺は何もしてないよ。これはミランが努力した結果だ。ううん、アキラッチと一緒だから頑張れたの。私は頑張るアキラッチにずーっと励まされてたんだよ。ありがとね、ミラン。そうだ、あの約束忘れてないよね。あの約束って？もうオーディションに受かったらデートするって約束、アキラッチが言ったんだからね。うん、そうだね。じゃあ改めて俺とデートしてください。いや、私デートは恋人としかしないって決めてるの。だからさ、アキラッチ、私の彼氏になってくれる？もちろんだよ。こうして俺たちは付き合うことになった。横に並ぶと私でかすぎ。成長期だし、すぐ追い越す、追いつくよ。ちなみに恋人同士になっても二人だけの秘密のレッスンは続いている。漫画エンジェル猫岡では、スカッとする話、感動する話、キュンとする恋愛漫画、読んでいて心が温かくなる、優しくなるをテーマに物語を制作しています。コメント欄で盛り上がっていただけると嬉しいです。また遊びに来てね。